そう、あのキュートで IRC クライアントを、まあ、作ってみたんですけど、あの、まあ、あのキュートクイックではなく、あのウィジェットの方で作ってしまいました。まず自己紹介です。ルイケイです。あのまず最初にあの Q テスト IRC っていうプロジェクトを作って、それであのフリーノードのシャープルイケってチャンネルをターゲットにしたいんですけど、なぜか IRC を接続できないという、あ、ここね、ここのネットワークが開けないんだよ、そこそこっていうかいろいろ開けないので、それでちょっとなんか誰か使ってもいいよっていうやつがあれば。そうだよね。まああの、まあ、まあ続けます。はい。まずはあの UI をこう作ってみます。まずはボタンを2つ、配置して、で、まあ、サブウィジェットを使って、なんかログの処理をなんかするのはめんどくさいので、あのメッセージとそれ以外のログは、まあ、タブで、まあ、分けちゃって、しまうということで、それでちょっとメッセージはあのテーブルビュー使って、その他のログはテキストエディットをメッセージ入力用の LINE エディットをここに配置して、コネクトと、そんな風に今一回 GUI を作りました。次に、ヘッダーファイルにあの QTCP ソケットを書きます。あとメッセージビュー、あのこのメッセージ表示用 の、 あのモデルも一応必要なので、
ません、あの旧 TCP ソケットってどうやってインクルードするんですか。え、旧 TCP ソケットって出てこないんだよね。プロジェクトファイルにプロジェクトファイルを一回開いて、そう、そこにネットワークが必要。それであとソケットの IRC メッセージの取得用のスロットと、あとコネクトボタン用のスロットと、あとディスコネクトボタンのスロットと、あと送信用ボタンのスロットも追加して、追加します。まずはメインウィンドウからで、それぞれのシグナルスロットをコネクトして、それで、あとモデルのやつを書きます。もっとなく使えるやつ用意できたので、はい、後でお願いします。それで各一回これでビルドしてみます。と、このふうになって、あとユーザーネームとメッセージと分けて表示して、ここにロゴを全部表示して、ここに例えばソフトってサブミットボタンを押したら、メッセージが送信されるっていうことになります。まずはコネクトトゥーサーバーという関数から、まずこれでコネクトボタンを押したときに実行される処理で、まずソケットのコネクトトゥホストってやって、それで、あとフリーノードの URL とポートを指定します。その後ソケットライト、ユーザーは QtestIRC という名前で登録して、その後ニックで IRC の旧テスト IRC、 そしてジョインでシャープ VK のルームに入室します。IRC の書式で、ユーザーで書いたらユーザーネーム、ユーザーズモード、アンユーズド、リアルネームっていう順番で4つ書かなきゃいけないんですけど、適当に4つ書いて、それであとニックネームを指定します。それであとジョインでルーム名で入室できます。ちょっとここで無線をしたいと思います。それこうか、これ乱れても問題ないですけど、そうしたらいいかな。ストレスにもしてないから、一回これで
実行してみて、まあコネクトボタンを押しても、まあ、何も起きないんですけど、シャープ URL の中に QSIRC というユーザーが、まあ、表示されるようになっています。このコネクトボタンを押したことによって。でこれを閉じると、まあ、消えるということになります。続いて文字送信のセンドメッセージというものから次に書きます。このセンドメッセージというのはサブミットボタンを押したときの処理で、センドメッセージの中に、これを書きます。まあ、処理としては、この IRC のプライブ MSG という書式にのっとって、プライブ MSG、ルーム名、メッセージっていう書式の文字列を一回作って、それをソケットライトで同じように送ります。それであと、メッセージビューのこの中に、モデルとしてユーザー名と送ったメッセージ内容をそれぞれ登録して、それでまあ一応ログにも追加して、まあ、あとこのインプットラインエディットの中身を消すという処理をやります。とコネクトして、それで例えばテストって送ると、あ、テストって来ました。ハローって送ると、まあ、ハローって送られて、でここにも一応表示されるように見えました。まあこれでも送信はできたんですけど、まあ、受信はできないってことなので、続いて受信用の処理を書きます。でこれは旧 TCP ソケットのレディーリードの シグナルを送信された時のスロットの処理で、まあ、こんなふうにリードラインってやると IRC から送られたメッセージ取得できます。それをとりあえずログにぶち込んで、その後プライベートメッセージが含まれている文字列を探し出します。それでまず、まあ、こんな風に、まあ、IRC サーバーから例えばハロー、いやテストか、これテストって送られてきた場合はこんな風な書式で送られてくるので、まあ、ニックネーム、ホスト名、プライベートメッセージ、ルームメッセージを聞くので、このまずはニックネーム、いやまずはメッセージだけでも取得します。このコロンを区切っ、最後のコロンを区切った残りなので、これはコロンで区切ったラストってこと でユーザーネームはこのびっくりマークと波のよく分かんないマークをで区切った前の方のコロンを抜いたやつなので、まあちょっと奇跡表現苦手なので、まあ、こんなコードになっちゃったんですけど、まあ、こんな風にユーザーネームを取得します。それで、まあ、残りのこれで取得できた文字をモデルに追加して、
それでもしメッセージが残ってれば引き続き取得ってリードデータをもう一回再起としてやります。裏側では、まあ、ログが受信されてて、まあ、さっきと同じように、まあ、メッセージを送ってみて、まあ、ここにテスト取ってきました。今度は僕がメッセージを送るとここに、まあ、累計テストって表示されるようになりました。なんかすいません、あのユニコード文字列の処理のことを考えて、ま、なってませんでした。じゃあ後で直します。一番上のは間違って引っかかって、まあまあこれはなんかあの使えるコマンド一覧みたいな最初に送られてくる、うん、それをなんか間違って拾っちゃったやつですね、これは。プライベートメッセージができてるか、はい、うん、ちょっと雑なコードなので、うん、まあでもまあこういう感じで、まあ、一応少なくともまあ受信はまあできるようになったので、最後にディスコネクトボタンの処理をします。まあ、ディスコネクトはまあ非常に簡単で、まあ、スパッファインに溜まっているメッセージを送信した後、まあ、ディスコネクトってやればいいわけです。ディスコネクトを押すと、なんかなぜか切れ、なんか切断されないんですけど、なんででしょうね。そこは通ってる。あの一応なんかコネクトでちゃんとやってるはずなんですけど。
かんでる。ディスコネクトってそこにカーソル合わせて、うん、ディスコネクトの、うん、そこで F1 とか F2 とかすると旧オブジェクトのシグナルスロットのディスコネクトを呼んでることになってるんだよね。あこのメソッドじゃなくて、別のメソッド。正解はディスコネクトフロムホストかな。ちょっとわかんないけど、なんかそんなやつがあるの。もしかして今のはシグキュートのシグナル機構のディスコネクト。そうそうそう。コネクト。なるほど。すげえわかりやすい。うん。なるほど。多分これですね。そんな気がする。じゃあもう掃除したらもうディスコネクトのボタンからも直接まあ結んだ方が早かったってことでしたか。そういうなんかディスコネクトはさっきのスロットの処理場でした。かも。あ、ちゃんと消えました。うん。まあ、そういうことで、はい、終わりです。質問ありますか？ない、なんかないようなので、はい、終わります。いいんですか？あ、はい。なんか完成版の IRC クライアントがどこか書かれてる。あ、まだ公開してないです。公開はしない。あ、これ公開した方がいいですか？完成版は今これデモしてもらったけど、うん、完成版はもっとすごいのがあるでしょ？いや、ないです。ない。なるほど。いや、あのとりあえずあのなんか日本語のあのバグを直さないとちょっとまずいかと思うので、あとで直しておきます、うん、それは。まあ、じゃあもしもできたら、まあ、GitHub とか何かに、まあ、一応公開しておきます。ということで。